カミラ・ウィックスはアメリカのバイオリニスト、ロングビーチの生まれ、ノルウェー出身のバイオリン教師である父親に3歳の頃から音楽の手ほどきを受け、4歳で人前でビバルディの作品を演奏するまでになった。7歳の時にはモーツァルトのバイオリン競争曲第4番を弾いて公式デビューを果たした。その翌年にはブルッフのバイオリン競争曲第1番を弾き、 さらにその翌年には、パガニーニのバイオリン競争曲第1番を弾きこなしている。10歳の時に、奨学金を得て、ジュリアード音楽院に進学し、ルイスパーシンガーに支持した。一方で、アンリ・テミアンカのレッスンも受けている。1943年のレーベントリット国際コンクールで2位入賞を果たし、アルトゥール・ロジンスキの指揮する、ニューヨーク・フィルハーモニック交響楽団の演奏会で、 シベリウスのバイオリン競争曲を弾いて、全米にその名を知られるようになった。1951年に結婚してからは、演奏活動を中断したが、1950年代後半から、サンフランシスコ音楽院、ライス大学、ワシントン大学や、南カリフォルニア大学等でバイオリンを教えるようになり、1966年に演奏活動に復帰した。 1970年代初頭からシェランコの近くに今日構えたが、1974年にオスローリツ音楽院の弦楽歌手人教授に昇平された。1999年にノルウェー王国功労勲章を受訓。2005年に演奏活動から引退した。ウィックスは2020年11月25日に92歳で亡くなった。バロイズ。 ナサニエル、カミラウィックスイン・コンセール、ミュージックアーツ、ピアニッシモ、10から19、億力9億766万4809、ザ・ファースト・ US f ス・フィーメール・バイオリン・スター・ハズ・ダイド、AT92 バイノーマン・レブリクト、スリップド・ディスク、26ノベンバー2020、リトリーブド2020年11月26日、ありがとうございます。